でも昨日撮った護身術のやつがちょっと微妙なんだよね。どうしようかなと思って、やべえかなと思った内容が。ああ、情報的に。内容エグすぎと思って、ふと思った時にあれやべえなボツだなと思って。本当に奥伝だから。うん、奥伝と口伝の違いがあってさ、まあその話はいいんだけどさ。はい、どうも最初でございます。はい、ノンです。ジョーカーです。今回は、僕の大好きな、遊戯王カード。マギさんっていう、今ちょっと出しちゃってるけど、はいはい、遊戯王カードとかの販売とかをね、まあ、要は売買できる、うんと、なんていうの、アプリって言ったらいいの、あれは。まあ、サイトというか、うん、はい、のところで、ちょっとね、大奮発しまして。おお、聞いてないよ。領収書だけあってた。会社のね。言いづらくなっちゃった、しょうあの、オルパを買いましたね。ああ、まあ、はいはい、で、今ね、ここのところで、一口、6000円の。おおおおお、え、何口？5口。おお、会社の金で、はいはいはい、買わさせていただきまして、それでね、トップレアが、うん、なんと、カオスソルジャーのレリーフ。え、マジで？はい。で、それ6000円でもしかしたらってこと？全50口だったかな。全50口で5口を。やば。最低あたりが20かプリズマ？プリズマ？うん。の、が最低保証という形になっております。そこのところ前にちょっと福袋みたいな形でね、うんうんうん、5000円とかの福袋っていう形で2口買った時に、うん、結構ね、有料なところで、で今回も最初にその前情報、こういったオリパ作りますっていう前情報で、その人のことを信頼して内容も見ずに当たりが何かも知らない間に告知お願いしますってもう言ってたんだけど、ね、めでたいことがちょっとあって、昔ずっとうちのチャンネルって、まあこう3年目なんだけれども、うん、2年ぐらい前というか1年ぐらい前まで護身術の動画を出さなかったじゃない。うん、その時って視聴者比率って出るのね。ああ、はいはいはい、はい、あれで、女性が 85%、うんうんうん、男性が 15% だったわけ、うん、でなんと最近男性が 62%、 女性が 38% になりました。何の拍手世の男に俺発言。そっか。女から好かれても何も意味はねえから、何も美味しいことはないじゃん。でも男から好かれるとさ、ね、美味しいことだらけじゃん。美味しいの意味がわからんけどさ。いやいや、ということでね、今日はね、またそれかと思ってチャンネル見ないしはいいよ。もういいよいいよ。趣味の動画だからね。で、今回どのぐらい前だ。10ヶ月ぐらいになるかな、うん、俺遊戯王カード、うんうんうん、一番最初に本当にレリーフアルティメットレアっていうものを見て、うん、なんじゃこれって、うん、こんなかっこええんだっていうものが、ストレージを漁りに行く毎日で100円とか50円とかのやつをこうあれしてて、うん、で今それがね1000円とか高いやつだと3000円とかいいよねに変わってて、でその時にさ、ほら会社の経費で、うんうんうん、のにね、うん、2万円まで好きなカード買っていいよって言った時に買ったカードがあって、それがね、でね、なんか欲しいって欲しい、うん、一目惚れして買ったカード、マジシャン・オブ・ブラック・カオス・マックス、うん、トゥエンティスだよね、うん、いやこれほんとね一目惚れ、その当時買ったのが5000円、うん、で、まあ半年以上経って今大体相場が1万5000円ぐらい。わあ、すごい。1万5000円だとまあ大体取引されてるかな。うん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 。全然あれなんだよね。その頃全然まだ遊戯王とかもさ。うんうんうん。それこそなんか福袋400万円分のやつ買ってみたとかの動画を見て、うんうんうん、なんじゃこの人と思って、その遊戯王ってすげえなって思っていろいろな動画を見始めたのさ。で、レリーフにぶち当たって、うわ、こんな綺麗なものあるん
って思って夢中になったのね。なるほどね、うん、これね、マギさんのガールオリパ屋さんありがとうございますって、予約嬉しかったですお家って書いてある、すごい、へえ。いや、かっこいい、綺麗だわこれ、うん、綺麗、いや、ありがとうございます、やった、ガールオリパ屋さんありがとうございます、またよろしければお願いしますって書いて、で、この開封動画とかやったことないからさ、3、4、5口です、キトキだなこれは。それのブラックマジシャンを持ってるわけよ。あ、それの多分ブルーハイズじゃないかなと思うんで、とりあえずまずこれから開けてみようかな、外れたらごめんね。で、なんといってもさっき言ったカオスソルジャーのねレリーフがあるわけですよ。それは見てみたい。大丈夫ね、大丈夫。はい、では1枚目、あれ違うかな、あれちょっと出せ、やばい、ちょっと袋破くね、もた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 、あ違うかも、え、あ違った、あこっちだ、じゃあそのままいっちゃうかな、うん、じゃあ1枚目ちゃんとねハードローダーに入ってる、うん、せーの、はい、お、あこういうちゃんと、あ俺好きなやつだこれ、聖剣ガラティーン剣を引けって書いてあるね、ってことで、あ、そういうことか、じゃん、おお、やっちまったかもしんない、当たり枠の方に入ってたレビオネヤンのトゥエンティス、トゥエンティスだ、わ、めちゃかっこよ、かっこいいこれ、あ、やばい、もうこれで多分ね1万2、3千円ぐらいはしてたんじゃないかな、へえ、はい、もうまあこれでまあもう確実にもう1個目アドですよ、はい、じゃあ2個目、オリパ楽しい、ん、お、え、ん、レッドアイズのスリーブ、うん、これはどういうこと、お、あ、これは多分、あ、フォープレイのプリズマ、これ多分ね、うん、あの外れ枠、うんうんうん、ほんとね、こういうの手元配信とかやってみたいからって腕脱毛した、あ、そういえば腕綺麗だよ関係ねえな、詳しくは前のね、その動画見て、脱毛のね、ちょっと破いちゃおう、カード傷つけたくないからね、ほい、は、はい、ロスリーブ、はい、はい、これはどういうことだ、よいしょ、よいしょ、お、うまい、どっちだ、あ、こっちが嫌ってるってことは、こっちが、え、お、あ、エクレシアだ、この間の診断でしょ、お、やった、スーパー、これだけでも確か今1000円ぐらいするはずよ、へえー、すごっ、ってことはこっちのあれを何が当たってるの、キラキラしてるよね、うん、でもあこれ何、リンク、リンク、リンクなんだ、え、属性は、属性がね、闇、闇、リンクで闇？リンクで闇ってさ、つい最近、あ、これで、めちゃめちゃ、いや、でもそれは確かね、当たり枠にないはずなんだよ。いくよ。はい。おお、ホルフェゴールド、おお、かっこよ、やべ、トゥエンティス2枚も来たよ。すごいね。
ね、ヤブくんね、カードの方が大事だからね。よいしょ。これも一緒かな、もう一緒だね、はい。いやー、これを毎回さ、遊戯王のさ、カードやってる人方は毎回やってるわけでしょ。折りっぽ、こっちがキラキラしてるよね、うん、よし。じゃあ、こっちから、せーの、ほい。あ、まだ。あ、うららと。うらら。確かね、うららが来ると耐え枠かちょい負けなはずで、キラ、あ、見えちゃった。あー、ダイヤモンドベル僕持ってますね、これ。こんだけね、ワクワクドキドキできた。でもレビオニア引いたのは俺嬉しいな。トゥエンティス2枚来てるからね。ね、すごいよね。うん。あ、これね、やみつきになるかも。分かるわ気持ち。オリパずっと向きたくなる気持ち。ワクワクは止まんね。あ、さっきの一番最初に引いた演出が多分当たり枠なんでね。だから多分この演出はもう、うん、ね、もう言うても あれだぞと。でもさっきそれでオフィゴール出てるからね、うん、分かんないよ。サッテッド、こっちかな、ん、こっちキラキラしてるね、うん、よし、よし。ではこっちが、あ、お、新しい方だ。新規イラストの方だね。俺これ持ってないんだよな。おう、やった。普通に地味に嬉しい。ちょうどうららってことは、うららってことはプリズマなのかな。あ、この光り方プリズマっぽいような気がするんだけど、うん、他に見れば、あー、ホーリーエルフ、ホーリーバーストスリム、この間あれだよね、あれに出てきたやつ、V ジャンかなんかのやつの予約で俺これ持ってます。当たり枠としてレビオニアということで、今回はね、まず当たり枠の中でね、レビオニア引けただけまだいいんじゃないでしょうかね。欲しかった。いや、そりゃそうだよね。正直には欲しかったよ。うん、まあね、でもね、まあまあ、チャンス皆さんにまだあるということでね、5口分消費しましたよと、はい、ということなんで、できればマギさんの方である、そのアプリのね、マギの方であるガールオリパ屋さんから、購入できますので、ぜひともね、皆さんもチャレンジしてみてはどうかと思います。だってさ、50口のうちのさ、5口消えたわけでしょ。うん、45分の1で、3枠買うのさ44分の1、ってことになるから 2% とかそこら辺の確率で引けるわけじゃない、うん、1% から倍の 2% になりましたよ皆さん、うん、ですね、約、うん、ということでね、今のうちにね、カオスソルジャーのレリーフ欲しい方ガールやオリパーさんの、オリパーを、ね、一口6000円買ってみたらどうかと思います。以上、もうね、ここで締めるわ、はい。じゃあ、ノンのね、このカードもね、はい、ノンのカード、はい、バイバーイ、じゃあねー。